ロウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初は、本日の24時間イベント、塔のてっぺん、についてのお話になります。今日のイベントは、エメラルドを消費して、タワーを駆け上れば報酬をもらえますが、カーク信者の場合は、いつも通り、エメラルドを使わずにタワーを登りました。その結果として、最初は9個のマトリョーシカ人形を手にして、最終的に、35個のマトリョーシカ人形を開封することができたのです。おいおい、少ないな。まあ、あまり贅沢を言っていると天罰が下るから、感謝しているってことにしよう。今日の24時間イベントに関しては、大多数の視聴者様も、エメラルドを使わずにタワーを登ったと思います。最近は、頻繁に多種多様なイベントが開催されるので、参加するイベントを取捨選択しないと、エメラルドがいくらあっても足らなくなってしまいます。翌日、翌週以降に、もっと魅力的なイベントが開催される可能性もありますから、懐事情と相談しながら、遊戯をした方がいいと思います。さて、本日の話の本題に入ります。カーク信者のギルドでは、ギルド活動報酬の分配について、明確なルールを定めています。この画像が示すように、1日単位で獲得ポイントが高い人に、活動報酬を分配するようにしています。しかしながら、最近では、ギルド内のトッププレイヤーの方々から、活動報酬の受け取りを辞退したいという申し出を受けるようになってきました。グラビティだと、ピロシキさん、サクラさん、ブラボーさん、マルボロスカイさんが、ギルド活動報酬の受け取りを辞退されたギルドメイトになります。かっこいいなぁ。タイタンをマックスまで育成してしまったプレイヤーにとって、召喚スフィアやゴールドは、使い道がないほど余ってしまうのでしょう。2年目を迎えたギルドの場合は、こうやって、海メンバーへ資源を優先的に割り振れるようになるので、タイタンの育成が遅れている海メンバーも、今後は徐々に、タイタンのレベルアップスピードが加速すると思います。サーバーが若い頃に魅力的だと思っていたギルド活動報酬でも、ヒーローやタイタンが育つにつれて、その魅力が徐々に低下していきます。まあ、秋から新要素がスタートしたら、ギルド活動報酬を辞退した人たちが、やっぱり、今週からもらうわ、と言い始めるかもしれませんけどね、あはは。視聴者の皆さんが、今一番危惧している話題について、話をするよう。目下のところ、視聴者の皆さんの関心事は、ズバリ、これだと思います。カーク信者の場合、英雄の宝箱のタスクがスタートした初日から昨日までの間は、宝箱を開封して受け取ったヒーローのソウルストーンが、ほとんど1個というありさまでした。マジでクソだな。そのような感情を抱きながら本日を迎えて、どうせ今日もダメだろう、とマウスをクリックすると、オリオンのソウルストーンを7個、手にすることができたのです。ふう、よかったー。視聴者に自慢したろ。運がいい人だと、18個を一度に手にすることもできますし、3個、7個、3個といった感じで、複数個のヒーローストーンを手にしている人も大勢おられるはずです。カーク信者の場合は、1個、1個、3個、1個、3個、7個という開封結果になっていますが、視聴者様はどんな感じでしょうか？エメラルドを使って、英雄の宝箱を開封すると、なんだか負けた気になるから、いやなんだよなぁ、あはは。今日の時点で、6-30と表示されている人もおられるはずですが、ぜひ、コメント欄に、今の心境を書き込んでください。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、〇〇シーズンのイベント時に、英雄の宝箱で苦労している人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。
you